いや、お疲れ様です。ご精が出ますね。トニオさん。ウィルさん、あなたはお強いですね。そうでしょうか。あなたの動きがとても洗練されたものであることはさすがにわかります。いや、まあインチキ冒険者に前金を取られた私が言うのもなんですが、そのドワーフ作りの名品とおぼしき槍も手に馴染んでいる。名品と釣り合う人間はやはり名品です。ですが、わからないことがあります。わからないことですか。あなたは何を望んでいるのでしょう。何を、なぜそんなことを。私が商人だからです。品を動かし、しかるべき対価と引き換えに人の望みを叶え、ご満足いただくのが衝動というもの。あなたは不思議な方です。私は今まであなたのような方を見たことがない。腕は強く度胸もある。作法と学識が感じられ、金銭的な余裕もある。貴族とも少し違う。まるで物語で聞く聖騎士様のようです。ですので直接訪ねてみることといたしました。あなたという個人は何を望むのですか。それともやはりあなたは徹底して神の代理人なのでしょうか。僕は今まで小さく幸せに暮らしていたのですが、それを独り立ちの直前に失いました。代わりに灯火の神様の加護を得て、僕はまだこの世界を何も知りません。だからまずは世界を知りたい。知ること関わることの中から僕の望みは生まれるのだと思います。あと友達が、仲間が欲しいかな。メネル様はご友人なのでは。いや、それが割と仲いいとは思うんですが、彼は友達だって認めてくれないんですよね。他の人には神官さんって上に置かれちゃう感じですし。友達欲しいな。なるほど。では私は3番手くらいに立候補しておきましょうか。え？抜け駆けなどしてはメネルさんとロビーナがきっと怒るでしょう。それは怖い。さあ、水を汲んで朝食の支度と参りましょうか。はい。So I choke you down.